はい、どうも、いが批評です。2001年から始まるワイルドスピード最新作、ワイルドスピードファイヤーブースト、見てまいりました。え今回はファイヤーブーストに出てきたキャラクター、サプライズを含めてファイヤーブーストに出てきた主要キャラクターたちを過去作に触れながらザクザクっと紹介していきたいと思います。えちなみに、ここからは本作と過去作のネタバレを含む内容となっておりますので、見てない方はご注意ください。 それではワイルドスピードファイヤーブースト5作品目のねメガマックスに出てきた敵の麻薬王の息子のダンテの復讐にドミニクのファミリーが巻き込まれていくというストーリーなんですけども簡単にチーム分けすると1ローマで罠にはまるチーム2ダンテを世界中探し回るドミニクチーム3ドミニクの息子リトル B を護衛するチーム4南極チームの4チームに分けられるのでそれぞれチームごとに簡単に紹介していきたいと思います。 まずはローマで罠にはまるチームの紹介からいきますと、凄腕ドライバーのローマン、ハッキングや雑用のテズ、最強の人探し装置、ゴッドアイを開発した天才ハッカーのラムジー。そんで、後ほど出てきますけども、デッカード・ショーに殺されて葬式までされてたけど、実はそれ偽装工作でしたでおなじみのドライバーのハンの4人がローマハン。しかしローマハンは今回そこからテロリストの濡れ着でを着せられて各地を転々としていく中で、ハンを殺した凄腕の殺し屋、デッカード・ショーに助けを求 求めたかと思えばデッカード・ショーの母親にも断テの魔の手が迫ったりと。 ドミニクを飛行機で、助けに行っっったたたたたら打ち落ととされたりりり踏んだり蹴ったりだ蹴のがローマででしたね二半目が、ダンテを世界中探し回るドミニクチームです。アメリカの秘密組織と協力しながら過去世界のね、ピンチをいろいろと救ってきた天才ドライバーのドミニクなんですけども、今回はローマのテロの濡れ着のを着せられて窮地に追い込まれます。秘密組織のね、協力者のリトルノーバディには電子機器とかがね、監視されてるので連絡できなかったので、ドミニクは秘密組織のお偉いさん、ミス ノーバディの娘のテスから協力を受けダンテのいるリオデジャネイロに向かいます。それでドミニクは元カノエレナの妹のイザベルをダンテから守りチームと決めた合流地点へ向かいます。 そんで3つ目のチームがドミニクとエレナとの間の息子リトル B を護衛するチームですねローマの事件の影響とダンテの差し金で真っ先にこうリトル B が標的になることになりますけども当初リトル B を守っていたのはドミニクの妹のミア言い方変えるとドミニクの親友のブライアンの妻ですねそのミアがリトル B と一緒にいたんですがさすがに戦力不足でやってきたのはドミニクの弟のジェイコ 父親の死亡事故をめぐる確執がドミニクとジェイコブにはあったんですけども今作でなぜか一気に打ち解けリトルビーとジェイコブの逃避行が始まります。でこの3チームローマで罠にはまるチームダンテを世界中探し回るドミニクチームドミニクの息子リトルビーを護衛するチームはあらかじめ決めておいた合流地点を目指すことになります。 そんで、最後、4チーム目が、南極チームです。ローマの件で逮捕されたドミニクの妻、レティ。ちなみに、レティも過去作で殺されていて、葬式もしていたんですけども、記憶喪失して復活するというね、蘇るという謎展開もあるんですが、このシリーズ、仲間は殺されても大体生き返るでおなじみの、レティとリトルビーを誘拐するは、元カノエレナをドミニクの目の前で殺すはの残虐非道なハッカー、サイファーが、南極大陸チーム。秘密組織に捕まって逃げられないように南極の施設に放り込まれるんですけども、なんと、 ラストはハンの元カノ死んだはずのジゼルが原子力潜水艦に乗って南極にやってきて南極脱出というのが南極チームでございましたで話はそれで終わらずダンテの復讐の間の手はなんとドミニクファミリーと過去いろいろ協力してきたアメリカの外交保安部の捜査官ホブスにも及ぶんじゃないかというのに合わせて映画は終わりますちなみにねビン・ディーゼルとドウェイン・ジョンソンはリアルにね 現実世界で不仲みたいなのでそれを考慮した共演はないとは思いますけどもとにかく過去作メンバーを集めに集めたアベンジャーズ状態になりつつある「ワイルドスピード」シリーズから今後目が離せないぞということでここら辺で終わります。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました1分映画ひよでした。